どうも皆さん、おはこんばんにちは。サムライスイマーの麻生です。本日もこのチャンネルに遊びに来てくださり本当にありがとうございます。本日はクロールを泳いでいる最中の姿勢の維持をする能力であったり、体幹部のコントロール力を上げていくための練習として、ウィンドミルというドリル練習を紹介していきたいと思います。こちらの練習はフィンを履いて行うことを推奨しているドリル練習となっておりますので、できるだけフィンを履いて行うようにやってみてください。素足でやるとめっちゃ沈むんで、それを我慢できる人ならやってもいいかなっていう感じです。毎週水曜日木曜日、東急スポーツクラブオアシス金町店さんで朝スイムやってます。泳ぎのことを教わりながらトレーニングをしたいという方、ぜひ遊びに来てください。スタジオ K 代表のモテキ、水泳社長の正俊、そしてサムライスイマーの吉弘の3人で運営しております。初回体験無料です。お待ちしてます。では中身行ってみましょう。鹿児島県でレッスンやるよ、みんな来てね。先ほどから映像が流れている通り、ウィンドミルというドリル練習はキックで体を浮かせながら腕をめちゃめちゃゆっくりストロークしてコントロールしていくという練習になります。なのでここで動いている腕っていうのはもう水をほぼ書いておりません。なので腕の推進力で進んでいるわけではなくて、これはフィンのキックで生まれる推進力で進んでいる練習ということになります。動作としては極力ゆっくり行っていくということですね。特にスプリント、短い距離をダッシュで泳いでいこうとする際は、腕の位置をこちらの、さっきからずっと流れてますけど、この映像のように常に互い違いの位置をキープしながら泳いでいくことが大切になっていきます。ですので、こうゆったりと動かしながらでも、その反対側のポジションっていうのを常にキープしながらキックをし続けていくということが大事になっていきます。で、水中からの映像にちょっと変えていきますけれども、このドリル練習をやっている最中に重要なことは、とにかくお腹の力が抜けて体が反ってしまわないようにするということですね。割と難度の高いドリル練習ではありますが、こちらでしっかりと姿勢をね、維持しながら腕を回していくことっていうのができると、実際にクロールを急いで泳ごうとする時にも姿勢のコントロールっていうのがしやすくなっていきます。実際問題、これをやるときはある程度強くキックをしていかないと、体が沈んでしまったり全然前に進まなかったりしてしまうので、キックの強化といった部分にもつながっていくかなというふうに思います。で、こちらの入れ替えのね、タイミングというか腕の位置関係というのを十分に練習した上で、実際にクロールを泳ぐとこのような形になっていきます。こうして見ていただくと、腕が常にね、反対側のポジションで動き続けているっていうのが見て分かっていただけると思うんですよね。なので、急いで泳ぐクロールを急いで泳ぎながらフォームの練習するっていうのはもちろん大事にはなってくるんですけれども、時にはウィンドミルというドリル練習を使ってよりゆっくりと自分でめちゃめちゃ動きをコントロールしながらフォームの練習をするという時間も作ってあげると、急いで泳ごうとするときだけね、腕の回転のタイミングが合わなくなってしまうという方には、こういったドリル練習もおすすめしたいなと思います。いかがでしたでしょうか。今回のエピソード短いですがここまでになります。また次のエピソードでお会いいたしましょう。失礼つかまつります。ごめん。